こんにちは、ドクターネッケズです。さあ、今回は、死神代行消費戦、黒崎いちご。守りたい奴らがいるんだ。リメイクいちご。まずは覚醒から。はい、それじゃあ200まで持ってきましょう。こちらです。はい、こちらはレベル200まで強化したリメイク消費戦イチゴ。今回遠距離ですね。キラーはアランカルキラー、必殺技月牙天章。仲間から受け取った霊圧をまとい月牙天章を放ち、当たった敵全員に絶大ダメージを与える。ソウル特性は通常攻撃 25% アップ。いやー、これはね、白残月やら、雪夜と同じような感じの運用方法なのかなと思って、今回は攻撃30で霊圧を消さずに、でもまあ通常特化みたいな形で、ちょっとまず組んでみました。みんなを守っててめえと戦うんだよ。黒崎いちご、憧れていた幽霊の見えない生活を手に入れたが、どこか物足りなさを感じていた。そんな時に銀城と出会い、フルブリングの習得を持ちかけられる。いやー、かっこいいっすよね、この絵。じゃあ、使ってみましょう。守りたい奴らだ。さあ、遠距離だけど久々の4段ですね。最後は3で、最初もなんか2段になってる？そう見えるんだけど。脅威1、脅威2、脅威3。前方へ突進と脅威2が同じような感じだったか。クール積んでないからちょっと。すげえヒット数だな。ああ、そうかそうかそうか。自分で言っときながら忘れてた。白残月やら雪夜と同じように、まとめて、前方に敵をまとめてバババッと行くやつなんですけども、その遠距離のタイプですね。意外にこれありだな。いや、まだ試してなかったの。通常、だ攻撃 30×3 の、霊圧残しって、ね、意外にありだな。さっさと肩をつけようぜ。月下天章。一発いくか。さっさと肩をつけようぜ。月下天章。みんなを守りたい。ただそれだけだ。で、もうワンパターン試してみましょう。今のは攻撃特化になってるんで、霊圧特化クールタイム短縮バージョン。無課金にも優しい雪パップ装備で。
さあどうなるかな。守りたい奴らがいる。バカ野郎。バカ野郎。バカ野郎。このヒット数が気持ちいいな。バカ野郎。ああ撃てなかった。あれ強攻撃ね。バカ野郎。なんとなくなんだけど、個人的には、強攻撃、いや、クール短縮よりは、なんか通常の方が、爽快感がある気がする。まあ、共闘ではこっちのタイプの方がいいだろうけど。バカ野郎。バカ野郎。バカ野郎。いやこのヒット数気持ちいいな。多分これは一撃でいけると思うんだよね。さっさと型をつけようぜ。ケツカチェンジ。みんなを守りたい。ただそれだけだ。まあ、ここら辺はあの雪男やら白残月と同じようにそのお好みに合わせた形でいいと思います。そう、防御低下がついてるんですね。そうするとやっぱ冷圧あ、まあ、ついてるからこそ使って通常バンバンっていうのもありだと思うし、まあ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 、人それぞれ、個性が光る感じで、俺は面白いんじゃないかなと思うけどね。個人的には、攻撃特化の方がなんか気持ちが良かった。はい。もうこれはね、ほんと、どっちでもいいと思います。一回チャピ済みしてみるか？ラスト。まあ、個人的な予想としてはチャピ済みはちょっともったいないんじゃないかなっていう気はするけども、もでもすげえ強そう。そう、別に継承してるわけじゃねえんだから、別に25をどんどん積んでいけばいいんだ。さあ完全通常特化。さっきで7000とかですね。守りたい奴らがいるんだ。1万出ますね。1万2000まで出た。ちょうどなんか青ガードがいないから余計にだけども、すげえサクサクだな。これやっちゃうとね、なんかほんと千年決戦技1号とほぼほぼ一緒だなっていう気がしちゃうね、これね。
さっさと型をつけよ。みんなを守りたい。ただそれだけだ。いや正直本当ね、どれでもいいと思う。この3パターン試しましたけど、チャピ済み 通常特化っていうタイプと、天身体つけて霊圧残した状態の攻撃特化、天身体つけて霊圧特化クールタイム短縮、強攻撃っていうよりかは、まあ本人が通常25だからクールタイムよりか、強攻撃25よりはクール積んで、いやごめんわかんねえわ、もう好きにしてくれ。いやそれぞれのだから個性が光るから俺は面白いと思う。もうこれはこうですっていうキャラじゃないから、それぞれどうやって運用するかっていうのを検討するのが面白いと思います。とにもかくにもね、かっこいい。みんなを守っててめえと戦うんだよ。はい、今回はここまでです。以上ドクターのキスでした。お疲れ様でした。